平野翔と渡辺直美が司会。影絵女子の特別番組の魅力に迫る。感動の涙と熱い拍手。影絵女子のパフォーマンスが生み出す奇跡。影絵女子のパフォーマンスを見たとき、まるで魔法のような時間が流れていた。暗闇の中で繰り広げられる光と影の共演、その中に描かれる物語はまるで夢のようで、現実を忘れさせてくれる。 平野翔さんと渡辺直美さんが司会を務めるこの特別番組は、見るものすべてを引き込む魅力にあふれていた。審査員も観客も、そして出演者自身も、みんなが楽しんでいるのが伝わってくる。今回の影絵女子のパフォーマンスは、特に素晴らしかった。彼女たちの手によって作り出される影絵は、単なる二次元の映像ではなく、立体感と臨場感に満ちていた。例えば、 醜いアヒルの子の物語では、アヒルの子が成長し、美しい白鳥になる過程が、繊細な動きと巧みな光の使い方で描かれていた。このシーンでは、多くの観客が涙を浮かべ、感動の声を上げていた。影絵女子のメンバーは、それぞれが異なるバックグラウンドを持ち、その経験をパフォーマンスに活かしている。一人一人の個性が光り、共に作り上げる影絵には、 彼女たたちの絆と努力が感じられた特に印象的だったのは彼女たちが影を通して伝えたいメッセージだ影のストーリーには愛友情勇気といった普遍的なテーマが盛り込まれており見るものに深い感動を与える例えばサファリの動物たちの物語ではライオンと象が友情を育むシーンが描かれ自然界の厳しさと美しさが伝わってきた このような深いテーマを持つストーリーが影という表現方法を通じてさらに強調される平野翔さんと渡辺直美さんの司会も番組を一層魅力的にしていた彼らの軽妙な掛け合いと温かい人柄が番組全体に明るく楽しい雰囲気をもたらしていた特に平野さんの落ち着いた語り口と渡辺さんのユーモア溢れるトークは観客を飽きさせない彼らの存在が 家芸女子のパフォーマンスをさらに引き立てていた。また、今回の番組では審査員も豪華で、彼らのコメントも見どころの一つだった。審査員の一人が、影絵女子のパフォーマンスについて、これほど感動的な影絵は初めて見た。彼女たちの技術と表現力に心から感動したと語っていた。このコメントは、観客の心を代弁するものだった。影絵女子のパフォーマンスは、 技術的な精度だけでなく、心に響く表現力が評価されたのだ。影絵女子のパフォーマンスを見終えた後、会場は感動と喜びに包まれていた。観客たちは立ち上がり、熱い拍手を送っていた。影絵女子のメンバーも、喜びと感動の涙を流しながら、お互いを抱き合っていた。この瞬間、彼女たちの努力が報われたことを感じた。影絵女子のパフォーマンスは、 単ななるエンンンターテインメントではないそれは見る者の,の心に深く響き忘れられない感動を与えるものであるこの番組を通じて多くの人々が影絵の魅力に触れその奥深さと美しさを再認識しただろう影女子の次回のパフォーマンスが今から楽しみであり彼女たちのさらなる成長と挑戦を期待している影女子の成功の背後には 彼女たちの絶え間ぬ努力と情熱がある。毎日の練習は厳しく時には挫折しそうになることもあっただろうしかし彼女たちはお互いを支え合い励まし合いながら乗り越えてきたその絆とチームワークが素晴らしいパフォーマンスを生み出す原動力となっている次回の影絵女子のパフォーマンスではどのような物語が描かれるのかどのような感動が待っているのか非常に楽しみだ 彼女たちの成長と進化を見守りながら新たな感動を期待している。そして平野翔さんと渡辺直美さんの再びの司会も楽しみにしている。彼らの温かい人柄とユーモア溢れるトークが再び番組を盛り上げてくれることだろう。影絵女子のパフォーマンスはまさに芸術の一言に尽きる。光と影の中で繰り広げられる物語は見る者の心に深く刻まれる。 彼女たちの次なる挑戦に期待しつつ、再びその魔法のような時間を楽しみにしている。影絵女子の皆さん、本当におめでとうございます。そして、次回もまたその素晴らしいパフォーマンスを見せてください。影絵女子の次なるステージへの期待感は高まる一方だ。彼女たちのパフォーマンスは、毎回新しい驚きと感動を提供してくれる。次回の講演では、 どのような物語が展開されるのか、どのようなテーマが選ばれるのか、多くのファンが胸を躍らせて待っている。影絵という古典的な表現方法を現代において新たに解釈し、革新を続ける彼女たちの姿勢は、見る者に希望とインスピレーションを与えてくれる。影絵女子の成功は、彼女たち自身の努力と才能だけでなく、影絵というアートフォームそのものの魅力にも支えられている。影絵は、 シンプルながらも奥深い表現力を持ち、その中で描かれる物語は見る者の,の想像力をかき立てる。光と影のコントラストが生み出す美しいシルエットは、一瞬で観客を物語の世界へと引き込む力がある。影絵女子が作り出す影絵は、ただ視覚的に美しいだけでなく、物語の深さやメッセージ性にも重きを置いている。例えば、 彼女たちが以前に披露した醜いアヒルの子の物語は、自己肯定感や成長のテーマを扱っており、多くの観客に勇気と感動を与えた。また、サファリの動物たちの友情物語は、自然界の美しさと厳しさを巧みに描き出し、見る者に環境保護の重要性を考えさせるものであった。影絵女子のパフォーマンスを支えるもう一つの要素は、音楽やナレーションの選び方だ。 彼女たちは影絵の世界観をさらに引き立てるために厳選された音楽や感動的なナレーションを取り入れているこれにより視覚だけでなく聴覚にも訴えかける多感覚的な体験が提供される音楽のリズムやメロディーが影絵の動きとシンクロすることで物語の緊張感や感動が一層高まる影絵女子のパフォーマンスは一見すると簡単そうに見えるかもしれないが その背後には高度な技術と細部へのこだわりが存在している。影を作り出すための光の配置や、シルエットの動きの精度、物語のタイミングなど、すべてが完璧に調和して初めてあの美しい影が完成する。彼女たちの努力と技術の結晶が、見る者に感動を与えているのだ。影絵女子の次回の講演では、どのような新しい試みが行われるのかも注目だ。 彼女たちは常に進化を続け、新しいアイデアや技術を取り入れている。もしかすると、影絵と他のアートフォームとのコラボレーションや、新しい光の使い方による斬新な表現方法が披露されるかもしれない。そのような挑戦が、影絵女子のパフォーマンスをさらに魅力的なものにしている。影絵女子の公演は、見る者にとって単なる娯楽ではなく、心に深く刻まれる体験だ。 彼女たちのパフォーマンスを通じて、多くの人々が影絵の魅力を再発見し、その美しさに感動している。影絵女子の成功は、彼女たち自身の才能と努力だけでなく、影絵というアートフォームそのものの魅力を広める役割も果たしているのだ。影絵女子の次回の講演が待ち遠しい。彼女たちのパフォーマンスが再びどのような感動と驚きをもたらしてくれるのか、多くのファンが期待している。 影絵女子の皆さん、これからも素晴らしいパフォーマンスを見せてください。そして、影絵という美しいアートフォームを通じて、さらに多くの人々に感動を届けてください。次回の講演で、再びその魔法のような時間を楽しみにしています。影絵女子の物語は、まだまだ続く。彼女たちの想像力と情熱が、新しいステージへと導いてくれるだろう。その過程を見守り、 応援し続けたい。彼女たちの成長と挑戦が、見る者にとっても新たなインスピレーションとなることを信じている。影絵女子の次なる賞に期待しながら、再び彼女たちの魔法のようなパフォーマンスを楽しみにしている。影絵女子の皆さん、本当におめでとうございます。そして、これからもその素晴らしいパフォーマンスを見せてください。